セントトーマスにあるジャンボの造船とトーマスは、カナダ・オンタリオ州南西部のエルジン群に位置する都市で、ある。人口は、約37、9000人。面積は32.24平方キロメートルである。地理的には、エルジン群内にあるが、行政としては、エルジン群から独立し、独自の行政権を持つ市である。市の名称は、19世紀初期。 この地域の発展に貢献したトーマス・タルボットにちなんでいる。セント・トーマスは日本の弓道が交差する位置にあり、1810年に入植が始まった。1844年に新設されたエルジン軍の軍庁所在地に指定され、1852年に自治体として認定された。正式に市政が施行されたのは1881年である。 19世紀晩期及び20世紀初期には、セントトーマスを通る鉄道が何本か付設されて、この都市は重要な鉄道接続地点となった。1856年における最初の鉄道の竣工以来、合計すると26本の鉄道がセントトーマスを通るようにされており、カナダ鉄道の都と呼ばれるようになっている。 1950年代及び1960年代、鉄道が交通手段としては、退調すると他の産業が入ってきた。像のジャンボは、1885年9月15日に、当地で列車に追突されて死亡した。ジャンボの死100周年ということで、1985年に建てられた実物大の記念像が現存する。ありがとうございます。